岩槻大地のフィッシングトゥルース、毎週日曜日18時から配信。今日もスペシャルなゲストと楽しい釣り対談をお送りしていきます。それでは本日も素敵な釣りの旅を。いや、すごいですね。それまた面白いですね。主催で結構優勝してますよね。したらいかんのにちゃいました、ね、釣りになったらそこは真剣勝負ですから ね。その清掃活動がすごいのが、その黒鯛釣りをやる方だけじゃなくて、本当に別のジャンルで日間賀島にお世話になっている釣り人さんたちもその清掃活動参加されてっていうので、やっぱりそのあたりが我々師匠の活動としてすごい広がりがあるし、やっぱり PR 力というか人に伝える力があるなと思ってて、クラブに入ってる方も参加していただいてますから、やっぱりすごいなと思って、僕もこれからもぜひ参加させていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。まだ続くと思いますので、そうなんですよ。その活動に参加されてる設楽さんが中村さんの次のゲストです。あ、そうなんですか。フィッシングクルーズ、彼もよくやってくれてるので大助かりです。そういった形で、そういった活動をね、皆さんも、機会があれば参加していただくなり、もうその本当にいつもの釣りまでできる活動なんで。本日は大須名護丼専門店のご紹介です。こちら名護丼専門店、大須の小見前駅からすぐですね、新天地通りにあります。ここ大須名護丼専門店では、名古屋飯、まかまか本店の名古屋飯をはじめとした名古屋の地元食材、調味料にこだわった美味しい名古屋飯を丼のスタイルで召し上がっていただきます。食べ歩きにぴったりの愛知市佐牛の肉寿司も大変人気になっております。営業時間は昼の11時から夕方6時までになっておりますので、お昼間大須に遊びに来た方、ぜひ名護丼専門店でお待ちしております。いや、本当に釣り場が減りましたからね。今回コロナで閉鎖した勢いで閉まってしまった漁港がいくつあるんだろうっていうぐらい、まあ、愛知県はまだマシな方なのかな、でもやっぱり厳しくなりましたよね。団子も僕団子釣りメインにして深さもやるんですけど、堤防汚されて帰る方が多いので、そっちの面からここは釣り禁止にしちゃおうというケースもあるんですよね。ですから、そういう釣りをする方は特にどうしてもね、この手前のところ足元が汚れますもんね、あれは。特に終わった後には必ず清掃をしてきれいにした段階で帰ってほしいんですけど、それができないようであれば釣りやらんといてってことが言いたいんですけどね。まずそもそもそういうルールを知らずに多分釣りを始めてしまう人もいると思うので、まあ、こういったところで耳にした時は意識を持って、もちろん長くやってる方はまあね、当たり前のようにやっていただけたらいいかなと思いますね。本当に、ね、知らずにルールを守れないっていうか、もうそれは多分それこそ師匠を作るなり周りの人に教えてもらわないといけないと思うんですよね。もう本当に知らなくてっていうのはしょうがないと思うんで、そういうこともきちんと分かってる師匠だったら、もう代々そのまんまで、そうですよね、いい形でつながっていくっていう、ね、どうなんですか、ジョーカー自体はやっぱり二十数年前にから見てくると厳しくなってるんですか。変わってないですよ。あ、そうなんですね。黒鯛に関しては、やっぱりじゃあ海は豊かなままだったんですね。愛知県は両方っていうのはあまりいないんですけど、そこそこ数は釣れますね。あ、まあ、形小さなっちゃうんですけどね。あれでもあれじゃないですか、定期的に40センチオーバーは釣られてますよね。まあ、運がいいんですよね。運のみで生きてる人間ですね。運で25年これだけ釣ってこれないですから、やっぱりそれだけの、そしてやっぱりすごいのが、その始めた人に釣らせるっていうのはすごいですよね。そうですね。それが、ね、自分で釣るのは釣り人ってやっぱりそれなりに歴をやってくれば釣れるようになってくると思うんですけど、ね、僕みたいな人に師匠がパッと教えて釣らせるっていうのは、これが全て師匠の実力だと思って。ただ釣れるとこにすぐ釣れてっちゃうのがね。でも釣りって一番大事じゃないですか。そこが仕掛けも竿も大事ですけど、釣れる場所に釣れる時間に行くことが多分最重要ポイントですよね。もう僕はそれ最近すごい思うんです。釣れないとこでいくらやってても釣れないんで、釣れない魚になってるともうみんな嫌だな、釣れないなって言って遠めていっちゃうんですよ。釣ってもらうとね、そうですよね、強い引きとかね、いろんなことが再現してもらうと、これは面白い釣りだな。黒鯛釣りは病みつきになる要素いっぱいあるんです。ありますね。奥が深いんです。それと引きだけでも楽しいのに、ね、本当にこだわり出したらキリがないし、こだわったらこだわってくるんだけど、やっぱり
うん、結果に、まあ、どんな釣りでもそうかもしれないんですけど、ついてくるっていうイメージがあります、ね、いや本日も動画のご視聴ありがとうございます。岩槻大志のフィッシングクルーズは毎週日曜日18時から配信です。ぜひチャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。